グラナダからマラガを経由してアルヘシラス、フェリーでモロッコに、最終目的地であるモロッコに行きます。スペインでの最後の食事になると思うんですけれども、遅いめの朝食です。ハモン、生ハムサンドとですね、コーヒーとケーキ、ね、あんまり日本で見ないケーキです。トライしています。まあ、もう想像つく味ですね。シンプルに、ハモン、チェラノ、ハモン、生ハムとサンドイッチ。バスの出発まで20分しかないので、バスのターミナルのに隣接している、カフェ、レストランです。かなり活気があって、スタッフも元気ですね。いい雰囲気です。これで4ユーロしない 3.75 ユーロですね。パン自体も美味しいですよね、ヨーロッパは。オラス。いよいよスペインを後にして、最後の国モロッコに向かいます。再びアフリカ大陸に再上陸なんですけれども、今日はですね、スペインの港アルヘシラスからセウタというアフリカ大陸にある港町に行きます。正確にはセウタはスペイン領なんですけれども、そこからもうバスで、本当にものの10分ぐらいですかね、陸路でモロッコに入れるということで、今日の最終目的地シェフチャウエンにアクセスしやすいのがセウタということで、このルートを取りました。はい、1時間半ぐらい の, フェリーの、はい、ルートなんですけれども、なかなか快適な感じでですね、天気も快晴、海も穏やかで、無事にアフリカにまた入れると思います。モロッコですね、結構ノープランなんでどんな旅になるのか分かりませんけれども楽しみです。今日はもう本当に朝の7時ぐらいからですね、グラナダを出てもう一日中移動ということで、ですけれども、途中甲板などにも出て、リフレッシュしたいと思います。セウタの港からちょっとよくわからなかったんで、結局タクシーで国境まで来ました。すごい行列、モロッコに入るための行列がすごいですが、おそらく外国人、私はこの列じゃなく別の列で入れると思いますが、はい、すごいエネルギー、すごいエネルギーですね。はい、国境を越えてからティトゥアンの、バスターミナルまで、タクシーでやってきました。15ユーロ、ディルハムをこっちの通貨を持ってなかったので15ユーロで、来てもらいました。まあ、約25キロとか28キロぐらいあったのかなと思うんですけれども、はい、高速みたいのに乗って、ここまで到着しました。ここからバスでシェプシャウエンまで行くんですけれども、多分本当500円とかそれぐらいで、行くんだと思います。もっと4時間とか3時間4時間ぐらいかかるのかなと思ったんですけども、1時間ぐらいで行くよみたいな話もね、近くの人が言ってましたけど、それだとありがたいんですが、あとちょっと面白半分でちょっとアボガドアーモンドみたいな飲み物を買ってみました。味はですね、普通のヨーグルトみたいな味でした。何の癖もなく、シャウエンの街に、着きました。結局1時間半ぐらいでしたかね。SIM カードを手に入れられてないので、
人に聞くしかないですね。ようやくホテルにたどり着きまして、これが部屋です。シェフシャウエンのこの青ですね。ホテルでも結構この色が使われてますね。雰囲気出てますね。タオルもちゃんとあって、いやもうすぐ通り出たらすごいもう市場みたいな感じになってますね。まさにあの入り組んだ迷路のように入り組んだ、まあ、まさになんていうんですかね、シェフシャウエンのイメージするところの景色がのど真ん中にこのホテルがあるような感じですね。ダブルベッドで非常にお得感がある雰囲気あっていいです。気に入りました。いやちょっと歩いただけなんですけど、もうかなり虜になっちゃいますね。なんか今まで見たことがないような、革の製品だとかデザインの服とか、しかも異常なほど今までの常識を覆すほど安かったりとか、客引きもそんなになんかうるさくないですし、なんかこの独特な雰囲気、これがシェフシャウエンです。なんとか無事にグラナダ、マラガ、そして、アルヘシラス、そしてここシェフシャウエンに到着しました。1日の大移動だったんですけど、無事に到着しましたね。モロッコ名物のミントティーをいただきたいと思います。もうミントがもうみっちみちに入ってて、香りがすごいいい。甘くね、砂糖たっぷり入ってる感じで、ね、どうしてこのグラスなのかっていうね、よくわからないんですよね。めっちゃ熱伝わってきますから、ね。